エッチ、怒ってる？そうじゃない。ただ、その、驚いてるんだ。フォーチュンベイビーか。人類の幸福を願って、そう名付けられたんだって。でも、私はずっとこんな自分が嫌いだった。レイミ。小さい頃、友達に連れられて、立ち入り禁止区域に遊びに行ったことがあったの。そして、私たちの体は汚染された。助かりようのないほどの放射能を浴びて、友達はみんな、苦しみながら死んだわ。でも、私だけは、この力が死なせなかった。周りの大人たちは、みんな私を責めた。化け物だ。人間じゃないって。やめろ、レイミ。なんでお前だけ生き残ったんだ。お前も苦しんで死ぬべきだったんだって。もういい。その時、パパとママが教えてくれたの。お前は、みんなを幸せにする子供なんだって。でも、こんな私が誰を幸せにできるの？自分だけ、のうのうと生きてるこの私が。レイミ。エッチ。レイミが生きていてくれれば、僕は幸せだ。クロウだって、きっとそうだ。私の力なんて全然大したことないよ。でも、エッチは違う。エッチが頑張ったから、ロークで赤化病に苦しむ人たちに薬が届くのよ。だから、辛そうな顔しないで。エッチには、きっと何かができるから。今はまだ、迷っていてもいいから。きっとまた、元のエッチになれるから。エッチは、間違ってなんか。ごめん。まだ僕は迷ってる。でも、ありがとう。少し元気出た。ちょっと眠れそうにないな。